発送します。12レース SQ 特選来日、人気は北日本で番手5番成田和也、人気の中心になったようです。号砲なって12レース SQ 特選、砂川秀樹引退記念のスタート。3番鷲田、6番山田が出ていきますが、6番山田久典が前を押さえています。そして3番鷲田義文を追って2番手、そして3番手以降は大きく車間が空きました。2番の新山恭平が追っています。後ろに5番の成田和也が続いて、それから1番柿沢大輝5番手で追っています。あとは4番中村博士が6番手、7番阿部力也が最後方を追走して、1周回目の3コーナーから4コーナーへと向かっています。6番山田久典先頭、2番手3段鷲田義文と近畿ラインが前段、それから2番の新山恭平が3番手、コロマークに5番成田和也、あとは7番阿部力也5番手に上昇して、北日本勢3名が中段です。それから1番柿沢大輝6番頭を回って、マーク4番中村博士が最後方で、2周回目の1コーナーから2コーナーへと向かっています。これで1列棒状が出来上がって、ラインが3つ、2対3対2に分かれています。近畿ラインが前から、6番山田久典が正攻法からの競争、早めの資格は見せなくなった6番山田ですが、さてここは今地からどんな競争に持っていくのか。マーク近畿ラインで3番鷲田義文が追っています。今季初勝利を狙います3番鷲田、それから2番の新山恭平が中段3番と回っています。共同通信杯での活躍が記憶に新しい2番の新山、さてここはうまく主導権握っていけるかどうか。そしてマーク得点上位5番成田和也、人気の中心、番手逆転を狙っていきます。あとは北日本ラインで7番阿部力也5番手を追走、最後突っ込む場面もあるのかどうか。それから1番柿沢大輝が後方6番手を回っています。ラインの前任された1番の柿沢、自力勝負あるのかどうか。あとは4番中村博士が最後方から追走、残り2周赤番ホームを通過していきます。さあ後方から先に1番柿沢動いて、現在3番手、2番の新山の方が一旦5番手に引いています。残り2周の1コーナーから2コーナー、6番山田が先頭を誘導って、そして中段には1番の柿沢、2番の新山は後方5番手を追っていきますが、ここでアウト構想2番の新山がスパート、彼がいった、さあ前6番の山田が飛びついていくのかどうか。アウトコースを一気にできて、2番の新山恭平が主導権、この2番手5番の成田和也、それから7番阿部力也が3番手、6番山田久典は引いて4番手、今度は後方1番柿沢大輝踏み込んで、最終周回1コーナーから2コーナー、柿沢まくり上げて現在3番手から2番手、さあこれを5番成田が張っていく、最終バックアウトコース1番柿沢を踏み上げますが、これを5番成田がさばけるかどうか。最終3コーナーから4コーナーです。さあ先頭2番新山恭平押し切れるか、この2番手1番柿沢大輝、2番の新山恭平が先頭でゴール、2着7番阿部力也が突っ込んでいます。12レース SQ 特選、押し切ったのが2番の新山恭平、2番手も忘れましたが、最後7番の阿部力也が突っ込んでいます。2番の新山の先行ホームからまくり上げた1番柿沢でしたが、2番手でもつれる形になって、この後ろからは7番阿部力也が挙手、しかし直線押し切ったのが2番の新山恭平です。2番新山が先着して、それから7番阿部、あと3着争いですが、1番柿沢が踏ん張った感じ。2番7番1番のゴール体制、審判からの決定までは今しばらくお待ちください。12レース SQ 特選でした。さあ第12レース SQ の初日特選、ゴールまでの体勢をご覧いただきましたけれども、ご覧になっていかがでしたか。そうですね、はい、新山選手はやっぱり自分のレースもできましたよね、はい、うん、1番の柿沢選手がいいスピードでまくってきて、うん、まくりきれないと思いきや、成田選手のところに外から降りていって競り勝った形になりましたね。そうですよね、うん、なんか新山選手もやっぱり調子はいいんですけど、柿沢選手がやっぱ調子良かったですね、うん、今日は、うん、そうですね、うん、ちなみにあのコメントでは自在に勝てるようにってコメント出してたんですよね、はあ、柿沢選手、うん、まさにその通り、いやーいいまくりでした、うん、一瞬行ってしまおうかなって私もね、ちょっと思いましたよね、思いましたね
それぐらいねスピード良かったですよね、うん、では放送が入ります。決定1着2番2着7番3着1番第12レースの払い戻し金をお知らせいたします。車番2連勝複式2番7番850円、車番2連勝単式2番7番1880円、3連勝複式1番2番7番4400円、3連勝単式2番7番1番2万4340円、ワイド2番7番220円、1番2番820円、1番7番720円、以上でございます。さあ後方6番高田が上昇、そして前1番山田若干突っ張りますが下げました。そして2番の佐々木が追い上げて、今度はインコース1番山田は引いてアウト、2番佐々木が今度は前に変わった。2番佐々木が先頭で中段6番高田、1番山田は5番手でカレーを迎えます。さあカレーを聞いて一旦ピッチを落として2番佐々木健二が先頭、番手4番佐藤康則、6番高田望が3番手、長久保3番市川健太、さあ今度は後方1番山田亮かまして最終周回を迎えます。さあ前突っ張り2番の佐々木健二、中段からは6番高田、このアウトを強引に1番山田が踏んでいく、アウトコースを抑え込んで1番山田亮の主導権、マークをがっちりと7番北野武史、3番手食い下がった5番吉田健一最終バック、さあセットを飛ばしていく1番の山田亮です。そしてこの番ぴったりが7番北野武史、あとは5番吉田健一直線コース、セット1番の山田、2番と7番北野、山田亮先頭で合流、1番7番5番です。後方3番鈴木が上昇して前1番旗段を切っています。内1番旗段がすんなりと引いて、今度はこのアウト6番体は上昇していきますが、現在3番手から2番手付近、3番の鈴木が一旦6番体を送り出しています。6番体は龍二が先頭をダッシュを迎えます。彼で抑えて6番金沢先頭、番頭2番のかなり数行き、3番鈴木健太郎が3番手、今度は3番手から3番の鈴木が巻き返す、前6番金沢突っ張ってレースはこれから最終周回を迎えます。さあ3番鈴木と6番の金沢ですが、アウトコースを抑え込んで3番鈴木健太郎の主導権、この2番手が4番成田健二、それから追い上げ1番肌田嵐が3番手、アウトをさらにまくっていった最終バック、アウトコース1番肌田嵐がまくり切った、そしてこのマークを5番の川村浩二、それから7番中村和正とライン3名切りで切った、4コーナーから直線、セット1番畑段、マーク5番の川村、川村が追い込んで合流、5番1番7番です。木村動いてまずは3番手から2番手、まあ1番の関根が一旦すんなり送り出しています。抑えて7番木村先頭で中段が1番の関根、4番窓は後方5番と待っていきますが、アウトコース積み上げていくのかどうか、今度は1番関根が内を狙っていきますが金がいった、7番木村先頭、中段1番関根、4番窓は依然として後方5番と回っています。4コーナーから直線コースへ向きました。さあ前から徐々にペースアップ、7番木村博が先行体制へ持っていきます。この2番手3番砂川優太、1番関根健太郎3番手、さあ後方5番手から4番窓は近寄りまくり上げて、現在3番手から2番手で2コーナーから最終バック、これを3番砂川優太が差は切るかどうか、逃げる7番木村博、まくり上げる4番窓は3番砂川が勝っていく、インコース1番関根切り込んで4コーナーから直線、先頭7番木村博、この2番手から3番砂川が詰め寄りますが並んで捕まえ合流、3番7番か。3番手4番松田ですが、後方5番加賀山上昇、合わせて3番手4番松田が一旦前を抑えています。
抑えて4番松田が先頭で3番久木原は引いて、今度はこのアウトを5番の香山踏み上げていくのかどうか、現在3番手が並走となっています。4番松田大先頭でダッシュを迎えます。今度は彼を聞いて5番の香山がスパート、叩いて5番の香山先頭、番頭2番の望月、それから4番松田が下がって3番手、3番久木原は引いて5番頭を追走して、レースはこれから最終周回を迎えます。流し手前からペースアップ、5番香山寿司の主導権、この2番手2番望月英語、4番松田大が3番手、マーク1番加藤幹事、3番久木原博士は5番手を追走で、6番藤原の力最高峰、最終3コーナーから4コーナーに向かう。さあ先頭回ペース、5番香山寿司、この2番手2番望月英語直線コース、先頭5番の香山、番手2番望月ですが、香山が逃げ切った、2着争いどうか。今度は最後方から1番止め直めが1車上昇、さらにアウトコースを踏んでいくのかどうか。そして4番手内にいました、2番大谷保育者引いて現在5番手、後ろ1番止めと3番関口の並走となっています。今度は4番手から4番田中舞が上昇、現在3番手から2番手、レースはダッシュを迎えます。抑えて4番田中舞先頭、この2番と7番高橋智恵と、内6番吉川美穂、そして5番藤巻恵里香4番手、後方2番大谷穂踏み込んで4コーナーから直線、アウトコース一気にかまして2番大谷穂主導権、そしてこの2番手ぴったりと1番止め直美、あとは4番田中舞が下がって3番手になって、最終周回2コーナーからバックストレッチに出ていきます。先頭ホームかました2番の大谷穂、そしてこの2番手が1番止め直美、3番手車いて4番田中舞と、このアウト6番吉川美穂踏み込んで、最終3コーナーから4コーナーです。さあ先頭2番大谷穂押し切りになるか、2番手から1番止め直美が詰め寄っていきますが、2番太田が先頭合流、2番1番6番です。今度はアウト並走7番豊岡一社上げていくのかどうか。依然として中段あたりが並走続いています。誘導って4番石井貴子先頭で、2番手1番の黒子を中に、このアウトをじわりと7番豊岡彩子が上昇して、内5番尾崎睦にちょっと打ち詰まるような体勢です。アウト7番豊岡スタートを彼を迎えます。彼で抑えて7番豊岡彩子が先頭、頃インコース4番石井貴子突っ張っていくのかどうか。さあ4番石井が突っ張った、7番豊岡2番手にはまって、それから1番黒河内が3番手、後ろ5番尾崎睦美4番手で最終周回です。先頭先行勝負、4番石井貴子、この2番手が7番豊岡彩子、それから1番黒河内に3番手、4番手から5番尾崎睦美まくって最終バック、後ろ2番長塚優子がスイッチした。さあアウトコース、5番の尾崎睦美が一気にまくり切りそうだ、こらえる4番石井を捉えて5番尾崎が先頭直線コース、まくって5番尾崎睦美が先頭、2着から添い2番長塚優子ゴリ、それから6番藤田マリア。縦1列の展開が続いています。1番相沢先頭ですが、ここで4番手5番堀が上昇、1番相沢一旦送り出していきそうだ、抑えて5番堀先頭、番頭2番の村上、それから4番正木、1番相沢ですが5番手に引いた、レースはダッシュを迎えます。流して5番堀健樹先頭ですが、さあ後方からもう一度1番相沢がスパート、前5番堀が突っ張っていける引くのかどうか、4コーナーから直線、アウト叩いて1番相沢先頭ですが、このマーク7番野村が離れて、番手5番堀がはまっています。最終周回です。先頭先行策は1番相沢龍ですが、この2番手が5番堀健樹、それから2番村上拓夢が3番手、4番手が4番正木慎太郎と7番野村澄弘並走で最終バック。さあ先頭を飛ばしていく1番相沢龍ですが、ここで2番手から5番の堀健樹が踏んだ、4コーナーから直線、今度は2番手から5番の堀に先頭を勝った、2番の村上が突っ込んできた、村上拓も先頭を合流、2番5番4番か。
2番の川西が上昇していきますが、まあ4番藤田突っ張る。さあ4番藤田と2番の川西ですが、突っ張って4番藤田中馬が先頭。番手3番神田博之、1番奥出健志郎3番手。2番の川西はもう一度6番手に引いて一本ボーダーを迎えます。流して4番藤田中馬先頭、番手3番神田博之、1番奥出健志郎3番手、マークに5番中井と6番柳沢、2番の川西6番手、7番板橋最高峰で最終周回です。さあ前からグッドペースアップ、4番藤田中馬の主導権、この2番手3番神田博之、1番奥出健志郎が3番手、後ろ5番中井治と6番柳沢達也、6番と2番の川西隆之、7番板橋綱之最高峰で最終3コーナーから4コーナーに向かう。さあ先頭を飛ばしていく4番藤田中馬、2番手食い下がれるか、3番神田、さらに合うと1番奥出が突っ込んでいきますが、4番藤田中馬が先頭でゴール。2着争い、1番奥出が突っ込んだか。5番伊藤が上昇、まずは3番手から2番手。さあまあ1番牧田、ここは一旦すんなりと送り出しています。そして中段7番の川上が切り替えていきますが、このインコースを1番牧田が並走していく。今度はアウトを7番川上が上昇、5番の伊藤が下げました。レースはダッシュを迎えます。彼で抑えて7番川上が先頭ですが、今度はこのアウトを1番牧田がスパート。7番川上が一旦出していきそうだ。4コーナーから直線抑え込んで1番牧田健也先頭、2番手4番大泉秀則、それから7番川上慎吾3番手、5番伊藤アルトは後方5番手追走して最終周回1コーナーから2コーナーです。逃げる1番牧田健也、この2番手が4番大泉、今度は5番手5番の伊藤を踏み上げますが、厳しいか、現在4番手、最終3コーナーから4コーナーに向かう。さあ先頭を飛ばす1番牧田健也、押し切りになるか。この2番手4番大泉、さらには7番川上慎吾、1番牧田、4番大泉、大泉先頭ゴール。2着から添い7番川上です。2番門馬からじわりと上昇、現在3番手から2番手、前3番松岡が一旦すんなりと引いています。抑えて2番門馬先頭、番頭4番木田、6番吉田3番手、そして3番松岡は4番手、マーク5番宮地と1番渡来、一列棒状でダッシュを迎えます。さあ彼を引いて流して2番門馬拓馬先頭、番手4番木田豊、6番吉田英二3番手、4番手3番松岡慎之介、踏み込んでいくのかどうか。4コーナーから直線、さあここで前からペースアップ、2番門馬拓馬の先行です。この2番手4番木田豊、6番吉田英二が3番手、3番松岡が14番手を追走して2コーナーから最終バック。さあ4番手3番松岡からバックピッタ張っていく4番木田ですが、これを乗り越えて3番松岡慎之介に先頭を勝って、このマークをがっちりと5番宮地のりを、あとは1番渡来圭介食い下がって直線コース、先頭3番松岡、2番手5番の宮地でゴリ、3番5番1番です。ここで4番手6番枠本が一気の上昇、前4番大竹ですが一旦すんなりとバックを踏んでいます。抑えて6番枠本先頭、番頭2番の中澤、3番本村3番手、4番大竹は引いて4番手、マークを1番吉武と、そして5番土屋、一本棒でダッシュを迎えます。彼を引いて徐々にペースアップ、6番枠本和樹が先行体制持っていきますが、後方から4番大竹がスタート、前6番枠本が突っ張る、6番枠本と4番大竹踏み合っていきますが、4番大竹の後ろが離れて、サウスコース4番大竹で切っていきますが、この番手6番枠本はまり込んで最終周回2コーナーからバックスレッジ。逃げる4番大竹哲也ですが、この2番手が6番枠本和樹、それから2番の中澤孝之3番手、後ろ3番本村隆文で最終3コーナーから4コーナーです。さあ先頭4番大竹が粘りますが、2番手から6番枠本和樹、さらには3番本村突っ込んできた、本村先頭ゴール、そして1番吉武が突っ込んだか。